皆さんこんにちは。中学生のためのプログラミング講座です。今回はアルドゥイーノ入門編の第7回です。これまで簡単なプログラムをいくつか書いてきましたが、今回はアルドゥイーノのプログラムをもう少し詳しく見ていきましょう。まず変数について。変数というのは値や文字列を表す記号です。例えばタクトスイッチがオンかオフの状態を表すとき、これを変数 TCT で表せば if 文の条件式などで利用することができます。また光センサーからの入力値を変数 CDS として、アナログリードでこの値を読み込むと、これを4で割って255以下の値として PWM の信号で出力することができます。また for 文では変数 i をカウントアップしていって、条件に合致する間は波括弧の間の処理を繰り返して実行しました。変数はその時々で値が変わっていくので、一つの記号で表してプログラムで処理を可能にするものです。for 文の中でカウントアップに使用する変数は i を使うのが一般的ですが、それ以外の変数は分かりやすい記号で自由に設定することができます。ダクトスイッチを TCT、光センサーを CDS といったように分かりやすく簡単な記号で変数を設定してください。変数を使用する際に必要なのが変数の宣言です。変数がどのデータ型なのか宣言します。次にこのデータ型について見ていきましょう。コードの一番先頭で int i イコール0と書きましたが、これが変数の宣言です。変数 i の前に int をつけて i が整数であると宣言しています。イコール0は必ずしも宣言には必要ありません。この int のようにその後につける変数の種類を規定するものをデータ型と呼びます。 int の後の変数は整数を表すので int は整数型と呼ばれますが、整数型の他にもさまざまなデータ型があります。まず小数を扱えるデータ型をフロートといって、不動小数点型と呼びます。整数では表すことが難しいアナログ的な値を使う場合にフロートで規定します。例えば int xy フロート z と書くと、 x と y の値は整数で z は小数の値であると宣言することができます。次にロングというのはロング整数型のことで、桁数の大きな整数を扱うときに用います。実は int で扱える整数は -32768 から32767までなので、これ以上またはこれ以下の整数を扱うときはロング整数型を使います。それでは整数はすべてロング整数型で宣言すればいいかというと、そうではなくて、ロング整数型の場合使用するデータ量が大きくなってしまうので、膨大なロング整数を扱うと処理が遅くなってしまいます。そこで通常は整数型の int をその範囲を超える場合はロング整数型を使用します。
またブーレアンというのはブール型といって、トゥルーまたはホルスで表しますが、トゥルーというのは正しい、つまり真の状態を表していて、ホルスというのは正しくない、偽の状態を表しています。これは何かの条件に合致しているのか合致していないのか、この真と偽を表す値に使われます。条件分岐の if 文や繰り返し処理の while 文などと合わせて、条件に合致する場合は true 真として、条件に合致しない場合は false 偽であるというように使われます。その他に文字列を表すストリングや文字を扱うチャー、正の整数のみを規定して負の整数を扱えないアンサインドイントなどのデータ型もありますので、少しずつ覚えていってください。またデータ型は変数の種類を規定しますが、変数ではなく定数を表すのがコンストです。例えばコンストイント LED イコール13と入力すると、整数である LED を定数として13という値が代入されますので、その後に LED イコール7というように LED に7という値を代入しようとしてもエラーになります。コンストで値を宣言すると LED は13という定数になりますので、後から値を代入することはできません。次に関数について見てみましょう。関数というのは何かの処理を実行させる命令です。これまでピンモード、デジタルライト、ディレイ、アナログリードといった関数を使ってきましたが、その他にもさまざまな関数があります。例えば圧電スピーカーなどと組み合わせて音を出す命令がトーン関数です。引数で出力するピン番号と区形波の周波数を指定します。その他、時間を測定するミリスやマイクロス、それからディレイはミリ秒ですが、マイクロ秒、つまり1ミリ秒の1000分の1秒だけ停止するディレイマイクロセカンズ、その他数学に関する関数や通信に関する関数など様々ありますので、こちらも少しずつ勉強していってください。最後に制御文について見てみましょう。まず if 文についてはすでに見てきましたが、条件に合致するかどうか判定する条件分岐の構文です。 if x が20より小さいとき、波括弧で処理 a という具合に、もし x が20より小さければ波括弧の中の処理 a を実行するという構文になります。またこれに似ているのが if else 文で、条件を複数設定してその条件に合致する処理を実行させるものです。 if x が20より小さいとき、波括弧で処理 A、 else if x が40より大きいとき、波括弧で処理 B、 else 波括弧で処理 C というコードでは、 x が20より小さい場合は処理 A を実行して、 x が40より大きい場合は処理 B を実行して、それ以外 x が
20以上、40以下の場合は処理 C を実行するという構文になります。次はこれも前にやりましたが、for文です。for文は条件に合致する場合に繰り返し処理を行うループの構文です。 for 初期化条件式加算の後の波括弧で処理という構文になります。まず初期化が一度だけ行われて、次に条件式が真、つまり true であれば加算が行われて、波括弧の中の処理が実行されて、再度条件式を確認してという流れになります。条件式が偽、false になるとループが終了します。次に for 文と同様に繰り返しに使われるのが while 文です。int i イコール0として、 while i が20より小さいとき、波括弧で処理を行って、 i++ という具合に、 while の後に条件式を確認して、true であれば処理を実行して、その後 i++ のように値を加算するか、またはデジタルリードなどでセンサーから値を読み込んだりして再度条件式を確認するというループになります。また while 文と似ているのが do while 文です。 do 波括弧で処理、その後にデジタルリードで値を読み込んで、 while i イコールイコール i、 このように書いて、こちらはまず処理を実行した後にセンサーで値を読み込んで条件式を確認して、条件が真であればループするという流れになります。for 文、while 文などのループから条件式以外の条件を設定してループを抜けるときに使うのがブレイクです。 do while 構文の中で x をアナログリード0として、 if x が5より大きいとき i イコール0ブレイクというように書いて、センサーからデータを読み込んで、これがある条件に合致するときにブレイクでループを抜け出すという処理になります。ここまで変数、データ型、関数、制御文などについて見てきましたが、これらはごく一部です。プログラムだけを見てもなかなか理解しづらいと思いますが、電子回路と組み合わせて少しずつ勉強していってください。今回は以上です。それではまた。